さあ前受けを選択した騎士が駒田が動いた時に突っ張ってくるのか、あるいは下げてかわすんでしょうか。さあ駒田が動いてまいりました。確認したのが岸直樹。前で騎士がペースを上げていって、ここは一度突っ張っていく。5番の駒田が降りる位置を探して、結局は後方に車を下げました。これで麻酔が切り替えての4番手、5番手に5番の駒田、3番の騎士が前からまずは突っ張っています。追走伊予の3番手には島野、増井が4番手、小茂田が5番手で金が入って3コーナーから4コーナー。さあ騎士がこの辺りは小茂田の動向をきっちりと確認しつつ、徐々にペースに入れてまいりました。さあ見られて5番の小茂田はなかなか行けませんか。最終周回に入ったところ、ここは一本棒で通過いたしました。2番手は4番の伊予が車間を切って、3番手には2番の島野浩二、4番手6番の増井元。さあちょっと縦長な展開になっている。逃げる3番の騎士、そして2番で車間を切りつつ、4番の湯野、湯野が後ろの動きをきっちりと確認いたしま確認しています。そして後ろから5番の小本がまくってくる。4コーナー回ってきた。先頭が3番の岸、番手から4番の湯野が抜け出したか。